小林市新野の鳩麦屋厚民地です。厚民忠之です。よろしくお願いします。鳩麦をですね、始めたのは6年前になります。私が始めるきっかけとなったのは PTA の役員をですね、やっていた時に PTA の後援会長さんですね、鳩麦を栽培されておりまして、その会長さんからですね、鳩麦を勧められました。ちょっと農業に関しても興味があったということで、鳩麦をほんの少し栽培をし始めてみました。鳩麦の良さっていうのをですね、栽培し始めてからですね、自分は知ることができですね、今はいろんな方にですね、愛用していただいているというのが現状です。まあ、6年間の間には、商品もですね、いろんな形で、変わってきました。1年目はですね、自分でオリジナル商品っていうのは作れなかったので、お茶をですね、ブレンドしたものと鳩麦を一緒にブレンドしたものをですね、鳩麦茶として1年販売してみました。で、自分はこういった出店をですね、中心に広めていってますので、いろんなイベント会場で試飲をしてもらった時に、カフェイン入ってますかとかっていう問い合わせといいますか、質問が来ます。鳩麦茶だけでノンカフェインのお茶を作ろうっていうことで、2年目から、オリジナルで自分のところの商品ということで、作りました。その、鳩麦がですね、こういった、鳩麦茶になりまして、これは5グラムの煮出しタイプの鳩麦なんですけども、その後ですね、やっぱ冬場になって水筒に入れて持っていきたいとか、簡単にマグカップに入れて飲めるようなものはないかとかっていう頼りがありまして、それによって、こちらのですね、これ 2.5 グラムのマグカップですけども、半分のサイズにして 500cc の水筒に入れるにはちょうどいいよとか、マグカップでこう簡単にですね出せるっていうことで、そういった商品として、2つの、ティーパックのお茶をですね、出しました。ということで、それがですね、商品の、まあ、1年目から2年目にかけての最初の商品開発になります。で、その後ですね、ティーパックって結局捨てる部分のお茶がもったいないっていうことを、結構言われ始めたのがやっぱり2年目3年目ぐらいですかね。このティーパックの中身も飲めたらいいなっていうお話がありまして、そんな中ですね、商品化したのが、鳩麦茶のパウダーですね。全国的にもですね、多分お茶をパウダーにしてるというか、鳩麦そのものはパウダーになってたりとか、粉末になってるんですけども、鳩麦茶をですねパウダーにしてるというのは非常に珍しいということで、いろんなところから問い合わせをいただいたりだとか、まあ、この中には殻の部分も当然入ってますし、いろんな意味で食物繊維もこの中に入ってるということで、結構ですね、皆さんからは、お通じが良くなったよみたいなねことを言われるようになったのが、まあ、つい最近ですね。今回はヨーグルトまたはバニラアイスに鳩麦茶をトッピングする料理というかスイーツを紹介します。ヨーグルトの上に、好きな量だけですねパウダーをかけていただいて、お召し上がりください。簡単なスイーツになります。おいしい。こんな形で食べてください。はい、鳩麦茶厚民地、オリジナルの、鳩麦茶ラテを作らせていただきます。カップの中に、無調整豆乳と蜂蜜をですね適量入れて、そしたらそこにですね3グラムから4グラムぐらいになると思いますけれども、鳩麦茶のパウダーを入れてください。あとはハンドミキサーでかき混ぜていただいて、これで出来上がりです。鳩麦茶ラテ、飲んでいただけたらと思います。
で、厚見さんがもうあの SNS とか、まあ、広報活動とかイベントとかでもういつもいつもハトムギハトムギっていうことでおっしゃってるので、もう一体ハトムギがどういう姿をして、でどんな加工をしてお茶になってるのかなっていうところとか知りたかったので、はい、今日ちょっと参加をさせていただきました。厚見さんについて、はい、本当にアクティブだなっていうもう厚見さんアクティブっていう印象です。今年ですね、ハトムギについては量の方はですね、満足がいく量が、収穫できていると思います。今年もですね、9月の5日と6日収穫体験ですね、来ていただいた方々ありがとうございました。来年もですね、また種まき、それから収穫と、そういったイベントをですね、通じて皆さんと、うちのハトムギを知っていただこうっていう企画をしてますんで、またよろしくお願いします。